の店舗写真、野本英治3月14日体は、日本のラーメン職人で、元ラーメン店経営者。北海道札幌市、元祖エビそば札幌ラーメンエニアの創業者である。甘エビの頭から出汁を取った、ラーメン、エビそばの元祖創作者。エビラーメンの父と呼ばれる。26歳の時に独立して、自営となる。しかし1997年の北海道。 宅食銀行の破綻などで北海道の経済状況が悪化した時期にラーメン店に転業する。1997年30歳の時に札幌市西区24県にラーメン店を開業。1999年に新横浜ラーメン博物館が開催したコンテスト激突ラーメン登竜門において参加344軒の中から準優勝となった。 エビ出汁によるラーメンを着想後、スープの開発には5年を要した。従来になかった味と指示を受ける。2001年から全国の百貨店でも要される北海道物産店への出店を始める。首都圏の東部百貨店池袋店や渋谷の麺食い王国にも出店した。いろんな店が競って独自の味を生んでほしいという理由で、 エビそばという名称を商標登録しなかったとのちに取材に対して述べている。二度の脳卒中発症を機に2015年にラーメン店を譲と既存ラーメン店及びラーメン店経営志願者等をサポートする講師に転身した。2020年現在は中小企業庁が実施する専門家派遣事業においてラーメン専門家として登録されており、日本各地にて 経営指導を行っている。AB、北の業務用最前線ラーメンエニア。https コロンスラッシュスラッシュニュース .nissyoku.co.jp スラッシュニューススラッシュ nss-9494-00442020 年4月29日閲覧。ABC ラーメン専門家の、野本エイジアサヒフーズハット ABCDE、エビの時代がやってきた。 札幌ラーメン最前線出張グルメの達人、札幌編。日本経済新聞。https、スタイル、日経 .com、アーティクル、ジャク百四4344530、w2 アンペア 700c100 万、チャンネルイコール df1301 億2016万6105、&、スタイルイコール12020年4月29日、閲覧。おい。 加納美ミカさんの割り箸を取っておけよ。東京渋谷にメン店の集合施設がオープンマイナスアスキーデジタル2003年12月22日。ありがとうございます。